クローのボーカル慶吾です。よろしくお願いします。同じくボーカルの甲子です。よろしくお願いします。ギターの竹です。お願いします。ベースのゴッツです。よろしくお願いします。はい、ドラムの上崎です。よろしくお願いします。今回、僕ら初めて、香港に、来れて、ライブができるということで、すごく、楽しみにしてました。で、まあ、本当にいろんな、今までもいろんな国や場所で、ライブやらせてもらったんですけど、すごく日本のアニメが世界一大されているというのは知っているので、また香港の皆さんもすごく日本のアニメを愛しているというのは、聞いていたので、これからライブやるのがすごく楽しみです。もちろん、僕らの、楽曲の中で代表的な、アニメのテーマソングになった、楽曲をやるのはもちろんなんですが、今回香港で初めて演奏する新曲もやらせていただくので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。こちらもアニメ「機関車の魔法は特別です」というアニメに、オープニングで使っていただいた楽曲になっていますが、その作品の方がね、過去に転生して未来をやり直すという内容になっているので、それになぞらえた歌詞と、リフレインする、メロディーがちょっとね繰り返すみたいなところを、音でも表現できたんじゃないかなと思います。今回は担当させていただいた、ナルトで担当させていただいた GO とサインを、再録させていただいたんですけども、まあ、GO に関してはね、やっぱこう19年前の作品になりますので、そこから、フローでも一番こう演奏しているライブ曲になっていますので、その今のライブ感がね表現できたらいいなという形でボーカルを取り直させていただきました。でサインに関してはやっぱこのナルトのお話の中でもかなり重要なポイントで、使っていただいていたので、そのなんかこう感情がよりね、なんだろう、感情移入できるようなピアノバラードアレンジにさせていただいて再録させていただきました。今回のナルトザカバー、フローザカバーナルト縛りに関しては、もう今までの代表曲をカバーさせていただいたのと自分たちの再録を織り交ぜた、アルバムになったんですけども、これ実は、時系列がこう古い順から新しい順に並んでいて、なんかそれの流れの中でも一枚のアルバムの作品として、こう形になるようなサウンドアレンジであったり、楽曲の作り方っていうものは意識したと思います。僕は Colors っていう曲が結構お気に入りです。コードギアス のオープニングの曲なんですけど、はい、よくライブでも盛り上がるんで大好きです。はい、ドラムの上崎です。そうですね、やっぱりそういう何かしらこういうタイミングで来るんだなみたいなのきっかけになったのはリメンバーという曲なんですかね。そういうなんか警護が事故にあってとか、そういうののタイミングもあったんで、そういうのが記憶にあるとかっていうのは一つありますね。はい、自分はまあ GO ですかね、アニメ一番最初にやったアニメのテーマソングですし、まあ、GO が あるからこうやっていろんな、国やいろんな場所でライブできてると思うの でさっきも竹が言ったみたいにライブで一番演奏しているのが、GO なので、自分たちにとっては大事な曲だと思います。自分はサインですね。最近ナルトを全部見直しまして、一番泣けるシーンでこの曲がかかって、さらにこの曲への思い入れが深くなりました。はい、そうですね、
デビュー曲ブラスター、こちらからね、バンドがこうメジャーでねやらせていただいて今年20周年、まあ、20周年を迎えられたというのの一番最初の起点になったので、ブラスターです。やっぱりもう健康ですかね特に感じてね今年ね今年特に感じておりますね。なんかこういろいろと、まあ、ゴッツが指の手術したりとか、自分が喉のポリープの手術したりとか、岩崎さんもね手術したりとか首の手術したりとかあったので、やっぱ健康って大事だなと。5分の3 手術を今年しましたから ね、はい、ちょっと、はい、またリフレッシュしてねこれからも走っていきたいなと思います。健康第一はい、僕たくさんいろいろあるんですけど、ジャンルとしてはどういうのが好きかな。俺はなんかあれかな、あの博打もの広いな、しかもなんか博打もの赤城とか最近ね、あの麻雀でこう、はいはいはい、で麻雀とかできないんですけど、なんかね見てると楽しい、はい、そうそう面白いです、はい、最近好きです。俺は入院してる間に推しの子見たな。こっち側からの 目線がこういう何あの話のスタートで始まってるねみたいな感じでね、のキラキラしてるっていうのもサスペンスだからね、そういう切り口が違う角度で見てるからこういうふうなんだなみたいにちょっと思わされた、うん、作品やったなと思ってますね。自分はまあ、スポーツもん結構、まあ、あのちっちゃい頃からキャプテン翼っていう、アニメがすごい日本でも受けてて、まあ、今世界でもねすごく人気があるんですけど、まあ、そういうのを見て育ったの で数多くの、まあ、野球もあるし、まあ、サッカーも多いですけどスポーツもんの作品は多いので好きです。やっぱりこうバトルシーンがかっこいいアニメ好きなんで、もうドラゴンボールとか特にやっぱりジャッキーチェーンとかの映画をねよく小学校の時見てて、ああいうカンフーの盾とかはやっぱ男心にグッときますよね。そうだな、ジャンルで言おうかな。じゃあね、ジャンルであるかな、ナルト最高まあ、デビュー満20周年イヤーの締めくくりの年になりますので、ちょっと今までやったことないことに挑戦しようと思って、ちょっと大きなね、お祭りをまた作ろうかなと思っているので期待していただきたいのと、またね香港に今度はね単独で、単独ライブでも持ってこれたらいいなと思っております。まだね実際はこれから、この後香港で、初のライブをやらせてもらうんですけども、本当に、初めて来れた香港でライブができるのはすごく嬉しくて、すごく楽しみにしているので、今竹が言ったようにまたすぐにね、香港に帰って来れるように、皆さんと一緒に、楽しく熱いライブをしていきたいなと思います。皆さんこれからもよろしくお願いします。Get the fire right now. Boom, bada, sit like a jungle, right?